ジェイコブ・スティーブン・リンドグレンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、ハンコック軍ベーセントルイス出身のプロ野球選手。2011年の MLB ドラフト12巡目で、シカゴ・カブスから指名されたが契約せず、ミシシッピ州立大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト2巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、6月19日に契約。契約後は、ルーキー級、 ガルフコーストリーグヤンキース1で1試合に登板後、7月1日に A 級チャールストンリバードックスへ昇格。4試合に登板して1勝0敗1セーブ、防御率1.80、11奪三振の成績で、7月16日に A 級ン波ヤンキースへ昇格。A 級ン波では6試合に登板して、防御率1.23、17奪三振を記録した。八月五日に、 a 級、トレントン・サンダーへ昇格。8試合に登板して1勝1敗、防御率4.76、18奪三振を記録した。2015年は、プロ2年目ながら、メジャーのスプリングトレーニングに参加。トリプル a 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで開幕を迎え、15試合に、登板。1勝1敗3セーブ、防御率1.23。 二十九奪三振の成績で五月二十四日にヤンキースとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした五月二十五日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー十三点リードの八回表から登板し二回を無安打無失点二死九に奪三振に抑えた昇格後はリリーフとして七試合に登板し奪三振率こそ十点三だったが防御率五点一四と 安定せず、6月13日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリエ降格し、同日に左肘の故障で7日間のマイナー故障者リスト入りした。6月21日に左肘の手術を行うことが決まり、9月7日に60日間の故障者リスト入りし、シーズンを終えた。2016年3月13日、マイナーオプションでトリプル A 級 スクラントン・ウィルクス割に降格し、マイナーリーグのキャンプに移された。同年は結局メジャーで投げる機会を得られず、マイナーでも6試合のリリーフ登板で防御率5.14と結果を残せなかった。8月にはトミー・ジョン手術を受けた。オフの12月2日に FA となった。2016年12月4日にアトランタ・ブレイブスと1年60万ドル。 出来高最大42万5000ドルで契約した。2017年は前年の手術の影響でシーズンを全休した。2018年は2度目のトミー・ジョン手術を受け、このシーズンも全休した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月5日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2021年はトリプル A 級。 シャーロットナイツで8試合に登板し、防御率10.13と結果を残せず、6月4日に FA となった。2021年6月20日に、独立リーグアメリカンアソシエーションのカンザスシティモナークスと契約した。ありがとうございます。